スタートの1番でアプローチが傾斜に戻され、ボギーを受けた渋野日向子、中盤で盛り返したが、スコアは伸びず、パッティングが課題で、バーディは取れず悔しいラウンドだった。随所でいいプレーを見せるも、ミスも目立った。6番で初バーディを決めると、7番でも成功。連続バーディを決めるが、12番でのミスもあり、チャンスを生かせず残念がる。 30回のパッティングが足かせとなり、最終18番でも長いパットを外してボギーで締めくくった。未熟な部分が目立ち、明日は頑張りますとコメントした。グリーン上で笑顔を見せることはできず、さらなる成長を目指して頑張りたいと語った。フランス、米国、カナダ、日本を転戦する4連戦の真っただで、最終日には素晴らしいゴルフを披露したいと意気込んでいる。 米女子ゴルフのダナオープンは21日、オハイオ州シルバニアのハイランドメドーズゴルフクラブで最終ラウンドが行われ、吉田優里が67をマークし、西郷真央と共に通算8アンダーの276で16くらい、渋野日向子は通算1アンダーの53位、シャネティ・ワナセンが通算2次アンダーで今季初、ツアー通算2勝目を挙げ、 賞金262,500ドルを獲得。20歳のタイ人、シャネッティ・ワナセンがトータル2次アンダーで優勝し、2位に3打差をつけた。米女子ゴルフツアー7オープン第3日。最後馬尾は5バーディー。4ボギーの70で回り。通算8アンダーの十0位に交代。首位のシャネティ・ワナセンとは8打差。渋野ひな子は71で通算1アンダーの56くらい。 西郷は悔しがりながらも足踏み状態を認めた。序盤で苦戦し、7番で5バーディーを奪うも、最終18番のパーパットを決めきれず、次の日に向けてショットとパッティングに集中した。米女子ツアーのダナオープンは20日、米オハイオ州のハイランドメドウズゴルフクラブで第3ラウンドが行われ、西郷真央は5バーディー、4ボギーの70とスコアを伸ばせず、 通算8アンダー1二2位タ吉田優里は5バーディ。2ボギーの68をマークし。通算4アンダー3時一1位タ渋野日向子は3バーディ。3ボギーの71でプレーし。通算1アンダー56位対、十16アンダーの単独首位は、ツアー1勝のチャネッテ・ワンナーセン。13アンダーの単独2位はユヘラン。11アンダーの3位対に昨年覇者のリン・グラント。 リンシュ、チェン・スー・チア、9アンダーの9位タイにステイシー・ルイス、3アンダーの4時期タイにレクシー・トンプソン、米女子プロゴルフツアーダナオープン第3日5位で出た西郷真央は5バーディー、4ボギーの70で回り、通算8アンダーで首位とハッタ差の十0位に後退した。吉田優里は68で4アンダーの3時期1位、渋野日向子は71で1アンダーの56位となった。 シャネティ・ワナセンが66で回り、16アンダーでトップを守った。放置新聞社、米女子ゴルフのダナオープンは20日、オハイオ州シルバニアのハイランドメドーズゴルフクラブで第3ラウンドを行い、西郷真央はジッニーに交代。西郷は5位スタートから1アンダーの70で回り、通算8アンダーの205とした。吉田優利は通算4アンダーの3時1位。 渋野ひな子は通算1アンダーの56くらい。シャネティ・ワナセンが66をマークし、通算16アンダーで単独首位をキープ。米女子ゴルフのデーナ・オープンは20日。オハイオ州シルバニアのハイランドメドウズゴルフクラブで第3ラウンドが行われ、5位から出たゴ郷馬オは5バーディー。4ボギーの70とスコアを1つ伸ばしたが、通算8アンダーのジッニーに交代した。 首位とは8さん、吉田優里は3つ伸ばして通算4アンダー。31位。渋野ひな子は1アンダーで56くらい。チャネッティ・ワナセンが16アンダーで首位を守った。米女子ゴルフのダナオープンは20日。オハイオ州シルバニアのハイランドメドーズゴルフクラブで第3ラウンドが行われ。西郷馬尾は5位から10位に交代した。とにかくパッティングがうまくいかなくて。 国内女子ゴルフ大東健拓。いい部屋ネットレディス7月18。21日ザクイーンズヒルゴルフクラブ6505ヤードパー72リーダーボードの数字がどんどん変わる伸ばし合いの3日目。14アンダー単独首位でスタートした薄い麗華はその流れに乗れず、忍耐のた日となった。とにかくパッティングがうまくいかなくて、と眉を潜める。2番バーディーの後4番でボギー。 1オンした短いパー4の5番はバーディーを取ったがその後が続かない特にバーディーが欲しい6番9番のパー5はどっちも30ヤードなのにバーディーが取れなくてやみそうでしたと苦しんだそれでも冷静さは最後まで保ち続けたバンカーギリギリで手前から入ったりしてついてない運がないうまくいかない日だって分かったからあまり攻めずにけがしないゴルフになりました 最終18番もティーショットで風を間違えて刻んだらバンカーに入っちゃったとピンチにしたがそこからの160ヤードを7番アイアンで7メートルにつけバーディーで締めた通算17アンダー4位には3打差ならチャンスがありますね苦しみを乗り越えてしっかりと優勝戦線に残るしぶとさがある湿気は少し和らいだものの日差しのきついラウンドに いつものガーリーな雰囲気とは違うウェアで臨んだ。コロナ災いをきっかけに立ち上げた自らプロデュースするブランド。CHELLCLASSY。この日、選んだのはメンズのシャツ。S サイズだがオーバーサイズのデザインをフロント部分だけパンツに託し込み、後ろはゆったりと着ることで、風が通るようにした。下も開いてるんです、と。話しながらシャツをまくり上げ。 覗かせたのはへそ部分が開いたキャミソール。36ホールに短縮された今年のアクサレディス・イン・宮崎の初優勝に続く2勝目を72ホールの戦いで手にする気持ちは強い。薄井玲香1998年12月7日生まれ。栃木県出身、渋野ひな子、畑岡奈紗、原襟からツアーを接見してる黄金世代の一人。2018年にプロ入り。24年。 アクサレディスゴルフトーナメントイン MIYAZAKI で黄金世代14人目の初優勝を飾った。愛称はレイチェル、小川純子。とにかくパッティングがうまくいかなくて。国内女子ゴルフ大東健拓。いい部屋ネットレディス7月18。21日ザクイーンズヒルゴルフクラブ6505ヤードパー72リーダーボードの数字がどんどん変わる伸ばし合いの3日目。 14アンダー単独首位でスタートした薄いレイカはその流れに乗れず、忍耐のついたちとなった。とにかくパッティングがうまくいかなくて、と眉を潜める。2番バーディーのあと4番でボギー。特にバーディーが欲しい6番、9番のパー5は、どっちも3次キヤードなのにバーディーが取れなくてやみそうでした、と苦しんだ。それでも冷静さは最後まで保ち続けた。 バンカーギリギリで手前から入ったりしてついてない。運がない。うまくいかない日だって分かったから、あまり攻めずに怪我しないゴルフになりました。しょうがない。しょうがないって自分に言い聞かせて、バックナインに入ると13番でバーディー。最終18番もティーショットで風を間違えて、刻んだらバンカーに入っちゃったとピンチにしたが、そこからの160ヤードを7番アイアンで7メートルにつけ、 バーディーで締めた。通算17アンダー4位には、3打差ならチャンスがありますね。苦しみを乗り越えて、しっかりと優勝戦線に残るしぶとさがある。湿気は少し和らいだものの日差しのきついラウンドに、いつものガーリーな雰囲気とは違うウェアで臨んだ。